どうも、中野とピロリ、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルのピロリです。おもんない、おもんないよ。マー君、もう岩下投手の日しか勝てないじゃん。もうなんで岩下投手の日しか勝てないのね。岩下投手も確かにいいピッチングしてるけどね、鈴木投手も、鈴木翔太、鈴翔投手もね、朗希投手もね、いいピッチングしてるんだよね。ルーキーが2年目がいいピッチングしてて、なんで取れないの点が。ね、昨日もドローだし、ね。もう、2敗1分けですよ。もう、どういったんじゃ、ホークス得意な、カモメたちはもう、ピーポーピーポーなるわ。それはもう、助けてくれ、助けてくれ、うちの打線を。ね、ピーポーピーポー、大丈夫ですか、ね、本当に。もう、ロッテ対ソフトバンク、6月24日、あっとゾゾマリンスタジアム、ね、25日、給料の方は、明日給料日ですね。僕もそうです、ね。二代だな、ロッテの負け、もう、なんかね、ちょっとこれもうなんかホークスファンにも申し訳ないよ、この、なんかこのワクワクしなさが、マジで、ねえ、ちょっとワクワクしなすぎかな？うん。今日はね、佐々木朗希投手が、ね、先発しました。代わりにね、もう3試合無失点のね、成田投手がちょっと、ね、その代わりといったらなんですが、2軍に落とした、落とされちゃったんですけど、まあ、ねえ、ちょっとね、なかなかね、まあ、成田投手の代わりにじゃあ誰下げるんだ、ピロリって言うと、ちょっとなかなか難しいところがあってね、うん。まあ、朗希投手の代わりに、まあ仕方ない、調子いい、けど、まあ、成田投手を一回下げてということで、朗希投手がね、でも今、一番安定してるんじゃないですか？こう、ロッテの先発陣の中で。ただね、もう本当にこの岩下投手以外、勝てないですね、今シーズンは。なんだろうな、朗希投手もこう、今日もね、広報の梶原さんも、こう、本拠地で、初勝利をって言ってたんですけど、もうだから、ゾゾマリンで、勝ててないんですよ、こう、そこそこね、いいピッチングをして、ね。で、5回、まあ、6回途中か、ね、5回まではもう本当にその1失点だけ、もう柳田選手のホームランね、だけで来てたんですけども、6回、またギータ、またギータにやられまして、はい、さあ失点。でね、まあその後受けたね、東投手がね、もうもう腕ビンビン、腕ビンビン振る物語でおなじみの、ね、東投手、東純平選手のね、DeNA の東純平選手の兄貴、東、ゆうすけ投手がね、一球で、ゲッツー取るというね、このリリーフを、見せてくれたんですけども、で、その後、小野投手もね、小野投手も良かったですよ。甲斐選手にもう、めちゃめちゃ粘られて、何球粘られたんだ、あれっていう感じだったんですけども、まあそこをなんとか抑えて、で、もう、千早投手ですよ、もう、本当にね、ここにも書きましたけど、千早投手が、今日も14球、無失点。なんか、毎日そんなピッチングしますよね。もはやね。なんだろう。もう、千早のヌルヌルストレート、今日も最速139キロですよ。ね、ちょっと遅くない？みたいな感じなんですけど、でもね、やっぱそれだけね、ストレート伸びてるし、シンカーもね、すごいしっかり抜けてるんですよね。もう、全然打たれる気配なかったですからね。もうシンカーとかも。もう全然バッター陣がだいぶタイミング崩されてたんで、それは良かったんですけども、最後は、まあ、1点差の試合でね、横山投手が、まあ、期待も込めて、マウンドに立ったんですけども、まず、柳田選手に、もう今日は、ギータが、やっぱギータが起きてしまったな、ちょっと。もう、ギータさんおはようございます。ギータさんおはようございます。ゆうきさん、ゆうきさん半端ないっすよ、ゆうきさん。ゆうきさんちょっと、もう、ポール直撃から、半端ないっすよ、ゆうきさんは、マジで。もう、本当に、ねえ、横山投手もやられてしまいまして、もう、うちの19歳二人がやられてしまいまして、フレッシュオールスターズ選ばれたのに、横山投手はね、まあ、で、フローレス投手ね、変わってね、まあ、なんとか、その後ね、タイムリー一本打たれたけど、まあ、その後、抑えてくれて、7対2、ちょっとなんとか一矢報いてくれっていうことでね、岡選手が、まあ、内野安打かな、あれは、まあ、エラーか、わかんないですけど、なんとか出塁したんですけども、まあ、もう一歩及ばすと、もう、ね、ポニョは、2三振。もう、ポニョ！ポニョはもう、ね、
もうだからこの、いつもロッテのいいところを書くんですよ、僕はここに。ね。もう、足りないよ。もう、全然足りなかった。だってもう一回しか点入ってないんだもん、だって。一回ね。もう武田投手もね、良くなかったんですよ、今日。もう武田翔太投手も本当に良くない中、今日もね、解説の里崎さんが、もう本当に武田よく粘りましたね、っていう、ことを言ってましたね。もう、なんか、ストライクを安心して取れるのがスライダーしかないっつって、もう、甲斐選手も、なんか、サイン出して、全部首振って、武田投手が。で、タイムって言って、甲斐選手がマウンド行くみたいなのも、しょっちゅうあったぐらい、もうサイン全部出したよ、みたいな感じで、それでもね、そんぐらいちょっと投げる球ないぐらい武田投手ね、もう、だいぶコントロール苦しんでたんですけど、ロッテはね、ちょっとね、一本が出ない、ですよ。ね、対して柳田選手がね、まあしっかりね、ホームラン、タイムリー打ってるんでね、まあそりゃ、負けますよね、ね、1回はね、まあ荻野選手がデッドボールで、マーティン選手フォアボールで出て、中村翔吾選手がバント。で、角田選手犠牲フライで、ツーアウト3塁で、さらにレアース選手がタイムリー。もう完璧でしょ、ここは。ここが完璧でしょ。だから、柳田選手のソロホームラン1回表に打たれたんですけど、逆転したんですよ。で、そのままずっと行くかなと思いきや、6回にね、逆転されて、で、そのまま1点差ゲーム続いたんですけども、9回に突き放されても気づけばボロ負けっていう感じですよ、もう。まあ、あともうね、この、東投手の動く球ね、こう、東投手の謎の動く球、もうすごいです、本当に。ね、ハリーポッターと東の謎の動く球ですね、うん。解決ゾロリと、東の謎の動く玉みたいな感じですよね。うん。イシシとノシシがこう歌ってるところから始まるんですかね。うん。あとはもう、佐々木千早投手の防御率がもう 0.96 っていう、もう異次元。異次元だ。千早、覚醒しすぎや。今日もビハインドで出てきて、ビハインドだとなんか変わったりするかなと思ったら、何も変わらなかった。すごい。ね。うん。いやーなんかソフトバンクはね、もう森投手もね、モイネロ投手もいないんですよ。そんないない中でも、甲斐野投手もね、今ちょっと戻ってきそうで、そんな中勝ちたかったんですけどね、グラシアル選手もいないですしね、ちょっと、1分け2敗でしたね。もう、どうしよう、もう、救急車の人大丈夫だったかな。ね、明日ね、金曜日なんですけど、移動日で、6月26、土曜日、27日曜日は、日本ハム対、ロッテ、静岡での試合がね、あるそうなので、プンスコさんが、中野さんの配信の動画かなんかに、ね、静岡のなんかおすすめのね、お店をあげてましたので、静岡に行くよという方は、ぜひ、ちょっと、応援、よろしくお願いします。そして、ね、プンスコさんおすすめの、ちょっと美味しいお店とか、ぜひ、行ってもらえたらと思いますね。本当に、僕の周りでもね、やっぱりまたちょっとね、ね、コロナの陽性反応の方とかね、ちょっと出てきちゃってるので、なんとかね、皆さん気をつけつつ、ただね、ちょっと楽しんで行ってきてくださいということで、もう、絶望だよ、マーク。どうするよ。どうする？ね。いやー、ちょっとね、あとマーティン選手が不安ですよね。ちょっとどうしちゃったのか、今日もなんだ。まあ、ヒット性のね、当たりをこう、マーティン選手が取れるかっていう球をね、ちょっと取れずに、まあ、ツーベースになってしまったりだとか、スリーベースかなになってしまったりだとか、ちょっと足引きずってたりしますし、だいぶ動き重そうですよね。ただね、まあ、なかなか井口監督がね、まあ、スタメンは基本固定したいっていう感じなので、なかなか変えないんですけども、ちょっとね、休んでは欲しいですよね。うん。休んで欲しいけど、今なんかその余裕がないので、こう、ちょっと悪循環になっちゃってるような気がしますね。で、そうするとさらに怪我してみたいなことになったら笑えませんよ。こう、去年の終盤みたいにね。うん。だからちょっとね、うん。なんとか、他の選手だよ。他の選手がね、出てこないとダメなんですよ、本当に。うん。いや、なんとか、まあ、田村選手がね、戻ってきたのは今日。ね、やっぱりリードはね、さすがだなと思いましたので、ちょっと。まあ、田村選手が戻ってきて、まあ、投手陣もね、こう、いい感じで、まあ、投げれるんじゃないかな。今日もね、投手陣は安心して投げれてるようなね、感じがあったので、ね、ちょっと、鍵沼選手、移籍してきた加藤選手も、ね、ちょっと、まあ、サブでね、支えてもらいながら、ちょっと正捕手、田村選手が帰ってきたということで、なんとか静岡では、ちょっと一勝したい。もう、日ハムがね、止めましたから、オリックスの連勝も、ね、勢い乗ってくると思うんで、ぜひ、
静岡ではなんとか一勝もぎ取ってください。中野とピロ一番ロッテマリーズ応援チャンネル、今日の試合の感想とか愚痴になっちゃうかもしれないですけど、ぜひ書いてくださいね。明日は小ネタをあげますので、皆さんお楽しみに。中野とピロ一番ロッテマリーズ応援チャンネルでした。バイバイ。マー君頑張ろうね。